カメラ OK、音 OK、役者 OK、よーした。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。3-in-1 拡張可能犬猫ペット用キャリーバッグを紹介していきたいと思います。はい、愛犬トイプードルナビが10年使っているバッグを紹介したいと思います。ただですね、このバッグなんですけども、ナビがですね、見た瞬間入りたいよーとですね、性格が狂変するのを気をつけながら出したいと思います。気づかれたらダメですからね。ちょっと行ってきますね。あ、気づかれた。よいしょー、気づかれた。ほらうわっ、やめろ、入りたいのか、この中に早く入りたいのか。おお、すごいすごいぞ。おお、危ない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 、痛い痛い、引っかかるか、痛い、はいはいはい、こうやってもすぐ入りたいよ、入りたいよ、でも蓋が閉まって入れない。はい、というわけでこちらのバッグ簡単に説明しますと、この持ち手でこうやって持つことができます。肩掛けで入れることができます。いくぞ、ほれ、はい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 、ちょっと待て、おー、よしオッケーか。毎回これを出した瞬間に暴れるナビー君でございます。満足しましたか？よし、あ、ちょっと熱。はい、というわけでですね、別にそこまでですねちょっと紹介させて、中が、あの床の部分はもうボロくなって捨てたんですけども、それ以外特に大丈夫ですね。ここにポケットが2つ付いていますので、ちょっとというわけでほっておきまして、ちょうどですね、今年10歳を迎えるこのナビ、何一人で興奮してんの、熱い、メガネ曇ってきた。こちらのナビがですね、10歳を迎え、キリがいいというわけで、新しいキャリーバッグを購入しようと決断しました。ちょっとうるさいな。このケージを出した瞬間にも、入りますっていう、なぜか、なってます。はい、というわけでですね、バッグはですね、飼い主の環境に合わせて購入するのがベストかと思います。今使用しているバッグなんですけども、実家に帰る際とトリミング、この2つで年間約10回程度使っております。ここからですね、監督がこのバッグを決めた理由を紹介していきたいと思います。ぜひとも購入の参考にしていただければなと思っております。まず、1つ目、地下鉄に乗るので、周りから犬を運搬中というのをバレたくない方、はい、車がない方にとってはですね、やはり移動は地下鉄とかバスとかだと思うんですけども、もう丸分かりのバッグってありますよね。めちゃくちゃおしゃれなんだけども、なんか宇宙バッグみたいな、あれ欲しいんですけども、あれやっちゃうと周りからの視線が、というわけでですね、そのバッグが出されても、まさか犬が入っているのみたいな、それくらいわからないバッグが欲しいです。スケスケは何としても避けたいです。続きまして2つ目、リュックサック系。さっきの仕様を見てわかる通り、肩掛けか手下げ、このどちらかです。右か左に負担がでかいので、であればこういう背負うリュックサック、憧れて早数年、今回ですね、リュックサック系をメインとしたものを買いたいなと思いました。でも実家に帰る自分の私物のものはリュックサック系なんで、でさらにそこからね、犬バッグ装着を負ったらなんかもう化け物みたいになるので、多少なんか手下げ的な機能が備わっていたら最高ですね。続きまして3つ目、適度なサイズ感と重さ、重量。はい、今のこのバッグなんですけども、頑張ればナビがこの小屋の中で方向転換することができるぐらいのものとなっております。この条件に合うものを探したところですね、こう細い感じのが多くて、あ、結構いいなと思ったけども、顔の向きを変えることができない。そしてあと重量ね、めちゃくちゃいいけども、もう重たすぎる、それはきついなって。続きまして4つ目、予算5000円前後。前回のバッグね、10年使ったんだと考えると絶対元は取ってると思うんです。なので今回も、まあ、多少奮発しても5000円前後は出していいかなと思います。続きまして、おしゃれなデザイン、あ、これはね、ちょっとしたこだわりですね。最後、特殊なギミックがあれば、まあ、これも理想ですね。というわけで、こういったものを踏まえて選びましたのが、今回紹介するトレスブロ 3-in-1 拡張可能な犬用キャリーバッグとなります。はい、アマゾンで購入しました。はい、めちゃくちゃでかいです。こんくらいでかいです。開けていきたいなと思います。最近アマゾンなんですけども、こういうタイプなんですよね。これってここから開けて、ありゃーと、え、どうやって開けるんですかこれ。すいません、普通に開けた方がいいかってですね。はい、でこちら、はい、このような形で、重さとしては、お、軽い、では開けます。ご挨拶文が入って、では早速ちょっと触ってみまた、ね、ブブブブ、こちらでございます。ちょっと組み立てますね、まずは。はい、こうかな、こうで、からこうして、はいはいはい、はい、そして、はい、出来上がりました。はい、というわけでこちらのバッグでございます。こんな感じです。
なんかランドセルっぽくないですか。特徴、機能を徹底的に紹介していきたいなと思っております。まずメーカーが、読み方わからないんですか、トレスブロで、今回監督が購入したのはブルーとなっております。もう一つですね、ダークグレーというものも販売しております。そして生地がですね、オックスフォード、オックスフォードって何ぞやという方、調べました。オックスフォードという名称は、イギリスにあるオックスフォード大学から取られました。オックスフォード大学から取っております。主な特徴が、通気性がいい、清涼感がある、軽い、柔らかい、はい、こういった特徴がございます。いいんじゃないですか。サイズ感としましては、横幅が38センチ、縦マックスが40センチ、この横幅が34センチとなっております。こちら本体重量が 1.7キロ、サイトを見ますと適正体重が犬の場合は6キロ以内、猫は8キロまで対応することができます。丈夫な仕組みで、そこがしっかりして型崩れしにくい構造となっております。価格がですね、予算ちょっと1000円ぐらいオーバーしておりまして、約6000円です。ちなみにこの後紹介する拡張機能がないものに関しては、4500円ぐらいで購入することができます。はい、ではこれからですね、リュック部と拡張機能に関して、この2つに分けて徹底的に紹介していきたいと思います。まず特徴一つ目、通気穴とメッシュ素材、暑い夏の日やっぱ空気穴って必要ですよね。これ完全に穴です。はい、中が見れます。逆側にも穴がついております。そしてこの生地がオックスフォードで、どこにメッシュ素材使われてるのと思いきや、ここ開けれまして、こういったメッシュ素材が使われております。ちなみにここ、さらにこちらにもメッシュが使われております。こういったことから、通気口とメッシュ効果によって通気性が良くなり、ペットが快適に呼吸をしやすくなります。ありがとうございます。続いて2つ目、ロールアップカーテンで外を遮断。ロールアップ、ちなみにこれはマジックテープがありますので大丈夫です。そしてロールアップというわけで、くるくるくると丸めて、ここにバックルがついてますので、こうすることによって、はい、でさらにありがたいことに、横をね、くる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 パチン、はい、こんな感じで、でさらにくるくるくる、見てください、ロールアップが正面、この左右にもついておりまして、通気性がさらにアップします。通気性以外に先ほども外せない要素一つに挙げておりました、人混み環境ですね。特に交通機関、避難時にもペットが外を怖がる場合、もしくは何か見たものによって吠えちゃうような性格の犬、三面カバーを外すことによって外との接触をかなり断つことができます。まあ見えるとしたら、この3つの穴のみですね。背中に関してはこれは見えます。飼い主が大丈夫かなーっていうチラッと見せて見ることによって、ペット側からも見えるし、飼い主側からも見えるので、とても安心かと思います。あとは強風がすごいとか、雨雪がすごい場合、これね、かぶせることによって雨風寒さからですね、大事なペットを守ることができます。続きまして3つ目、すべてのファスナーがダブルロック式。どういうことでしょうかって監督も思ったんですけども、見てなるほどなと思いました。これはですね、普通のファスナーですよね。ですがこちら見てください、ここですね、こう、はい、これをカチャンとすることによって、こんな狭いところから出れませんので、こういったダブルシステムがこことこちらにもついておりますので、ペットが自力でファスナーをザッと開ける心配はなくなります。これを外すと、ここね、左右から開くんですけども、こちらは内側からは開きにくくて、少しやんちゃな可愛いペットも安心できます。続きまして4つ目、帽子専用リード。中を開きますと、床の部分はですね、こういったものがついております。これは洗えそうですね。でこれ見てください、そこについてるんですけど、でこれを首輪につけることによって、開けた瞬間に外出てーって飛び出してくる犬、これがあることによってガチッとね、これ直接つけたらきついと思うので、首輪とかリードをつけて突然の脱出で引っ張っても、ここでガッとねできる帽子専用リードがついております。ありがたいですね。続きまして5つ目、残りあと2つなんですけども、次の2つに関してはペット側というよりかは、どちらかというと飼い主側のメリットとなっております。5つ目、反射ストリップデザイン。車を持たなくて夜間に移動する場面がある際は、ロールアップすることによって、ここがですね、反射して光るという仕様となっております。まあ、夜間にこうやってペットを背負って暗闇の中歩いてると、闇と同化しちゃうんですけども、運転者が あそこに人がいると反射して知らせてくれるというですね、仕様となっております。ありがたいです。続きましてラスト、人工工学に基づき設計された幅広肩ベルト、肩への食い込みを低減し、長時間背負っても疲れにくい仕様となっております。胸元ベルトがあり、安定性があります。背負ってるんですけども、ここはね、反発素材がついていいと思いますね。でさらにここに胸元ベルトというものがついておりますので、これですね、長さを変えることができて、もうちょい欲しいかな、飼い主の体型に合わせることができる、
こうすることによって落ちないよね、何が起きても。どうでしょうか、このようなバッグとなっております。人工鉱物に基づいておりますので、かなりですねフィット感を感じることができます。というわけでですね、今紹介しましたものだけの機能に絞りますと安くなりまして、この後の拡張機能がつくと6000円なんですが、このリュック機能だけで大丈夫だよって方はですね、約4500円ぐらいで購入できますので、ぜひ参考にしてください。続きまして、拡張機能、ペットハウス編。ペットハウスの機能なんですけども、リュック機能だけの商品が出された後、購入者からのレビューですね、意見を集めて改良されたのが、今回紹介します、拡張式キャリーリュックとなります。まあ、要するに、アップグレードだったというものですね。通常のリュック機能の他に拡張することができるというわけで、どんな感じで拡張されるのかというところですね。背負う部分を、このような形ですね。普通のね、なんか弾力性があってちょっと飛び出てるなと思うんですけども、ここが今回の拡張機能、ペットハウスなんですよね。ここは開けますと、じゃん、はい、そしてここをちょっと力強めに、はい、となると見てください、拡張されました。というわけでワンちゃんがこの中ですね、開けてあげることによって開けますね、はい、こちら、はい、この中に出す、あ、ここもロールアップカーテンですね、ことによってロールアップカーテンとなり、この拡張部分がさらに範囲が広がりまして、広い横長の空間スペースが生まれます。これはいいでしょう、まさかこんなにね伸びるとは。戻す時もとても簡単で、気持ち力を入れて、はい、ファスナーで締めると垂れ下がってくることはなく、はい、普通のですね弾力性のある背中部分となっております。はい、いかがだったでしょうか。ちなみになんです、見た目大きめなんですけども、実はこちらぺちゃんこになるんですよ。これを下げて、ここも全部こうしてすると、はい、こんなぺちゃんこにスペースがあまりない方は太くなります。で、今見たんですけど、この足元下の底部分ずれないためだね。はい、というわけでちょっとナビさんして一回入れてみましょうか。さあ、新しいハウス入るのでしょうか。ちょっとこの機械にここから入れるのかなと、ちょっと行ってみましょうか。ちょっと紹介し忘れました、この部分もですねダブルロックシステムが付いておりました。はい、ナビ、出てこい、入っていただきたいと思います。お、前足から入れた、ダメだよ、顔からイン、おー、やだやだ、突っ張るな突っ張ります、仕方ないな、イージーモードにしましょう。横から入ってもらいましょう。で、ナビの体重が確か今5キロちょっとだと、あ、全然大丈夫ですね、いいですね、このような形でございます。外から見られても、まさかこの中には、ここを開けると、はい、犬いました。で、ここを開けると、はい、おはようございます、おはようございます、おはようございます、あ、ちょっと入って、あー、出てきた、顔戻して、顔戻して、顔戻して、ここからも、はい、なんかいますね、なんかいますね、はい、で、逆から見ますと、はい、なんかいますね、なんかいますね、で、さらに引っ掛けます、引けます、そして出します、そしてこれをポーン、おー、いいじゃん、どう、どうですか、こちらを開けます、はい、どうも、おはようございます、よし、下に下ろしますか、はい、出ました、ありがとうございました、お疲れ様です。元のお気に入りのハウスに入っております。クソのバッグが好きでした。はい、はい、慣れるまでしばらくかかるかと思いますが、こちらの拡張機能バッグを今後使っていきたいなと思っております。ペットのキャリーバッグ、リュックサックを探している方はぜひとも今の動画参考にして、購入の判断だんだん材料にしていただければなと思っております。このチャンネルでは監督がこれはおすすめだな、なんか面白そうだなというものを中心的に紹介しております。他にもたくさんですね動画出しておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、ペット系に関してはこちらの動画おすすめですので、ぜひ見てください。ではまた次の動画で会いましょう。よろしくー、チャンネル登録よろしく。はい、今回はですね、ペッ、引っかかった、落ちる落ちる、ほらほらあ、いいね、メッシュ素材はメッシュ、飼い主側から飼い主反射していただきました。ペット今日購入の判断、判断代、うん、購入の判断、判断